トラベラーチャンネル。皆さんどうもこんにちは。今日も JST のトラベラーチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。JST のですね、カンボジア担当の山田と申します。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、いつから行けるカンボジアということで、この5つですね、お話ししたいと思いますが、よろしくお願いします。カンボジアなんですけども、一番皆さんがご存知なのはアンコールワットがあるっていうことですよね。アンコールワットは今からわずか150年前ですねによって発見された世界遺産なんですね。本当に国の3分の1ぐらいがジャングルの国なんで、国土なんですけど、その中にまあ佇んでたそうなんですけど、このアンコールワットに行きたいがためにもう一度カンボジアを訪れたいっていう旅行者が非常に多い国でもあって、観光に非常に依存もしてますし、日本からのですね進出企業も非常に多い、ビジネス需要のある国で、今ジェトロの資料を見るとですね、300社以上の企業が現地に法人を構えたり会社を作ったりとかしてるらしいですね。ですから日本とも切っても切れない縁がありましたり、タイとベトナムに挟まれた国ということで、インドシナ半島の中でもですね非常に注目を集める国でもあります、このカンボジアですね。あと海外青年協力隊とか、もしくはボランティアツアー、弊社でもボランティアのツアーをやってますけども、カンボジアの方に行って活動をしたいという方も多くて、非常に日本人にはゆかりのある素晴らしい国で、私も行ったんですけども、本当にもう一度行きたいという国の一つですね。今日はこの5つで基本情報、それからコロナ事情、フライトとホテル、カンボジアの観光地はいつから行けるということで、今日ね飛行機のニュースも入りましたので、そこも含めてカンボジア行きの飛行機も合わせてお話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。まず、こちらの方で、初めから一応やりたいと思うんですけども、カンボジア王国、首都プノンペンですね。で、人口が約、1500万人に達するかというところなんですけど、公用語は、クメール語ですね。クメール人が、主なので9割方なのでクメール語を喋っております。で、ホテルなんかではもちろん英語とか、喋ってくれますね。だから面積は日本の2分の1です。約2分の1から入国にはビザが必要で、 E ビザって言いまして、インターネットを経由したりとかして取るんですけども、現状は大使館にきちんと申請しないといけないビザしかなくて、観光用のビザはちょっと今まだ発行が止まっているという段階で、ビジネスビザだけになります。それから時差はマイナス2時間、日本からマイナス2時間で、カンボジアの有名な都市っていうとシェムリアップとシアヌークビル、シアヌークビルはあんまり、聞かれたことないかもしれないですけど、カンボジア唯一ね、ビーチリゾートがあるのがここなんですね。ですからここにソンファプライベートビーチアンドアイランドっていうすごくいいホテルもあるんですけど、近年そういったところで注目されているビーチリゾートがシアヌークビルということで、ね、シェムリアップはご承知のようにアンコールワット遺跡群がある、古都ですね。はい。で、カンボジアのコロナ事情なんですけども、今日現在で323名が感染して死者はなんと0名、すごいですね。で、これほとんどが海外に行って感染して戻ってきた人とか、海外の人が持ち込んだやつということで、感染経路がすごくはっきりしているというのがこの国の特徴で、当然ながら300名ちょっとなので、その点はしっかり国が把握していると思うんですけど、嬉しいことに死者は0人ということでね、全ての方が回復している、もう今300人以上の方が回復しているので、非常に比較的世界中の中ではコロナに関する防御というのが保たれている国ではないかな、防疫されているんじゃないかなというふうに思います。で、入国はですね、Eビザ、アライバルビザの、中止というふうにこの2つなってますけども、先ほど言ったようにインターネット経由で取ったりとか、到着してからビザが申請できますよということだったんですけども、現状は、ダメですね。日本企業が、支払いの保証書なんかを、作って、もちろんそういうダウンロードするサイトがあるんですけども、そこから申請をして、
出発72時間前に PCR 検査陰性証明を英語で持ってっていただいて、でなおかつ出張であれば可能と、でビザが申請できるということですね。で、2000ドルのディポジットっていうのは、支払い保証書っていうのが出せない人に関しては2000ドルを US ドルでお持ちいただいて、それからホテルのお金とか、向こうで保険にも入らないといけないので、そういったものに充てるらしいんですね。だけど支払い証明書がある方に関しましては、PCR 検査が陰性証明ということもあれば、事前に、ビジネスビザですけども出張のビザが取れます。で14日間の隔離もなくなるんですけども、一応飛行機に乗ってる方の全員の陰性が確認されるまでは、カンボジアの政府が指定したホテルに滞在をしないと、隔離をしないといけないんですね。ですから到着後、あ、自分は全部書類が揃ってるからって言ってすぐに行動はできないということです。全員の方が陰性証明、もしその中で1人でも陽性があったら、当然ながら14日間の隔離があるということなので、万が一そういうことがあってしまうと、もうアウトっていうか14日間行動が制限されてしまうということですね。なおかつ、日程表を作ってそれを出さないといけないんですけど、ちゃんと綿密にどこ行くかということで、いわゆる行動経路が分かるような日程表を提出しないといけないですね。だからそういったものを利用して向こうのカンボジアの人たちがこの方はどういう経路で感染したかとか、そういうのを突き止めるための資料にする形なんですけどもね。だけど、同じ飛行機に乗ってると、乗ってる方が陽性になってしまったら、もう全員の同じ飛行機に乗ってる方は14日間の隔離になるということなので、非常にその辺のところではですね、自分だけではどうにもならないというところがもしかしたらあるかもしれないので、ビジネス渡航といえどもなかなかハードルは高いんじゃないかなというふうには思います。で、カンボジア行きのフライトね、今出張で使ってるのはプノンペンが多いと思うんですけど、全日空が成田からプノンペンを飛ばしてたんですが運休してました。ただ嬉しいことに明日から12月1日から19日までですね、水曜日と土曜日のみ運行開始になります。で12月20日から12月31日1月31日までは、運休に入ります。またでただし1月の9日のと23日は、運行予定というふうにしておりまして、徐々にですけどカンボジア非常に、感染経路が判明してますしですね、感染者数も少ないということで、全日空もこういったあの飛ばすという判断を下したんじゃないかなというふうに思います。でベトナム航空、これは経由便になりますが、成田とか羽田とか中部国際、それから関空からベトナム航空で行った場合はベトナム航空自体が2月26日までハノイとホーチミンのフライトを運休しておりますので、今手段としては、プノンペン経由でプノンペンのこの直行便を使うか、もしくは、中国東方航空とか大韓航空というですね、中国経由でカンボジアに入る、それからソウル経由でカンボジアに入るという方法は一部取り残されているということなので、どうしても行きたいという方はそちらのフライトを使うことをお勧めいたします。でホテルに関しましては、場所にもよりますが大体6、8割ぐらいは稼働してきているそうです。まだ一部、やってないところもございますが、こういったような状態ですね。カンボジアの観光地、例えば出張以外で行く方ほとんどが観光客なんですけども、アンコールワット遺跡群といいまして、アンコールワットが1990年初めですか、まだ国連の統治下にあった頃に、ようやく世界遺産というふうに認定はされました。ただやっぱり密林の中にあったので、どのぐらいの位置まで、遺跡群とするかっていうのの、選定が非常に難航しまして、正式になったのが95年なので、3年から5年ぐらい本当に正式になるまでに、至っているということですね。アンコールワットの遺跡群というのはそれぐらい、密林の中にあったりとか、遺跡群っていうぐらいなので、アンコールワットの寺院だけじゃなくて、そのすぐ近くにあるアンコールトムっていう都市ですね、
そういったようなものも全て含めてっていうことなので相当広大な範囲にわたってて、私もアンコールワットとかアンコールドムとかそれからベンメディアとかそういった遺跡群を、見に行ったんですけども、もう非常に良かったですね。もう本当歴史を感じて、そこに書いてあるレリーフって言って向こうの人たちの絵が描いた思いが込められた絵とかですね、彫刻なんですけど、そういったものをですね、見てきてすごいなと思いましたし、そういったものを例えば建築やってる方なんかで見に行かれると感動するんじゃないかな、まあ、例えば建築とか、それからデザインなんかね、建物をやってる方なんかは非常に、勉強になるんじゃないかなという場所だったと思います。歴史だけじゃなくてね、それからトンレサップ湖、これまあアジア最大級の湖なんですけど、トンレサップ川から流れる大きな湖で、雨季になるとですね、乾季の、大体3倍から5倍ぐらいの大きさになるっていうぐらい、乾季の場合は、水が干し上がって、雨季になるとふわーっと水が増えてきて、湖自体が大きくなるということで、ここのクルーズですね、サンセットディナークルーズなんかも非常におすすめですよね。いずれもこの蒸気2つっていうのは今やってますので、行けることは行けます。それからシアヌークビル、先ほど言いましたように、カンボジア唯一のビーチリゾートなんですけども、飛行場もあります。陸路でも行けます。こちらの方に行かれると、ビーチリゾートと、例えばタイの、隣国のタイのビーチリゾートプーケットとかですね、サムイ、それからベトナムの、ビーチリゾートなんかもと同じような形で、ちょっとしたいいリゾート滞在ができるというのがシアヌークビルなんですね。シーフードも美味しいですし、近年非常にカンボジアの中でも注目されてて、私どもの方でも、予約が、今年それから昨年、入ったリゾートでもございます。それからプノンペンというのはカンボジアの首都なんですけども、映画のキリンフィールドとかで有名になったところもあるんですけど、あと国立博物館とか、このプノンペンは出張で主に行かれる方が多い都市ではありますが、カンボジアの文化ですねをご覧になられるのも、よろしいんじゃないかなというふうには思います。ポルポト時代に非常に大量虐殺でカンボジアというのは、なんていうのかな、政治家以外にも、考古学者とか、博物関係の人とか教授とか、もう本当に知識人と言われている人たちが大量に虐殺されてしまったんですね。で、カンボジアというのは今平均年齢が非常に若くなってまして、20代、それから30代が、7、8割を占める国になったらしいんですけども、そういった関係で、コロナにかかってないっていうような理由があるかもしれないですけども、まだまだ若い国なので、非常にそういった意味では日本から行く企業なんかも、1時間あたりの時給がお得、それから、労働力が若いということで、進出する企業というのも、近年増えてきて注目されているところでもありますね。ですからこれからの都市っていうか、これからの国っていうのもあるかと思います。それからいつから行けるかっていうことなんですけども、日本側の感染者、今日現在で約14万5、6千人いるんですね。で、になってしまいました。今まで、感染した方なんですけどもね、で1日2000人あたりの方が2000人以上の方が感染してしまっているという状態なんですけども、これと比べるとカンボジアは非常にうまくコントロールされているので、カンボジアとしてはですね、日本の感染者が、これからどのように抑えられているかっていうことに対して国としてどうするかっていうことになると思います。トラベルバブルって言って、アジアの中でこの国とこの国、日本とこの国はこういうふうにしようとかっていうことを、いろいろやってるんですけども、日本から行こうと思うとカンボジアなんかはすごく感染者が少ないので、ありがたいところではあるんですけど、いかんせん日本の感染者がなかなか減らないということなので、こういったバランスが崩れてしまってますので、日本側の感染者が減らない限りはカンボジア側も一応ルール、入国の基準を下げられないということで、例えば帰国後の14日間の隔離っていうのも一応レベル2に該当しているので、どうしてもありますから、PCR 検査が陰性でも14日間自宅待機とかホテルで待機しないといけないっていうのも、ございますので、そういった意味ではまだまだ観光とかに出かけれるっていうわけではないとは思います。から出張は一応可能です。ですから、出張に関しては先ほど言ったような書類を揃えて、提出すれば可能は可能なんですけども、同じ飛行機の中に陽性の方がいると、またややこしいことに
になってしまう、出張が台無しになってしまうということがあるので、まだまだなかなかハードルは高いかなという部分で、観光も同じですね。ですから、まあ、今冬になってきてコロナの感染者が増えてきてます。第3波と言われてますが、まあ、ここからどのような形で12月1月を乗り切っていくかということですね。まあ、明るいニュースとしては全日空が明日から、運航を少しずつ始めるということなんですけども、ベトナム航空自体は2月の26日まで運休ですので、まあ、実際は本当に観光に行けるとしたら3月以降もしくは4月以降ですねを見ないとちょっと難しいだろうというのがあるかと思いますので、もし観光でお出かけの場合は4月以降を考えていただくといいんじゃないかなと思います。で、私としてはもし観光で行かれるんでしたら、まあ、シェムリアップを起点に、他の国と合わせて行かれるのがいいと思いますけど、シェムリアップなんかには素晴らしいホテルね、メリディアンとか、それからアマンサラ、特にあのアマン、究極の、スモールラグジュアリーリゾートですね、アマンが作った、アマンサラっていうのがあって、これはあのシアヌーク大使の、迎賓館として使われてて、昔あの JFK、ジョン・F・ケネディも来たぐらいなんですけども、そういったプール付きの、ビラとか、あります。もう泊まったんですけどすごくいいですし、送迎の車もレトロなベンツで迎えに来たりしてくれますし、やっぱりあの観光もアンコールワットとかアンコール島も連れてってくれるしね、アマンならではのサービスがあります。またあのアマンのサービスに関しては別の、まあ、番組で喋ろうと思うんですけども、そういったなんていうのかな、カンボジアの人たちってすごくあの温かくて、親切なんですよ。ですからそういったようなカンボジアのおもてなしとか文化に触れながら、アンコールワットをご覧になれたりホテル滞在をしたりとかっていうことができるのが、特徴だと思いますから、ぜひ一日も早くですね、こういった観光ができる再開を、望んでおりますし、まあ、早くコロナの方が感染があの収束するのを、祈っております。今日はこういった形で、カンボジアの情報を、お伝えしました。この番組があの参考になった、良かったという人はぜひ、高評価とチャンネル登録を、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。